すごいにゃーですけども、エクスプロイヤーにもいつも出てくれてる阪神誠が新しいストレッチ店をオープンしたということでやってきました。新金土桜上水駅から徒歩5分、甲州街道沿いですかね。アテイストの綺麗な作りのお店です。失礼します。じゃあアイスコーヒー、別にケーキセットもありますけど、ね、あ、じゃあケーキセット、あ、いえ、あ、喫茶店ないです。え、違う、ストレッチ専門店です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お花いただいてありがとうございます。はい、小林さん、はい、あ、小林さん、はい、大森さんね。じゃあ小林さん、まずじゃあご新規様ということですので、アンケートのご記入お願いします。これ皆さんやって、あ、そうですね、はい、はい、ちょっとじゃあその私が書いてる間に、はい、店の紹介を。10月1日に、オープンしましたストレッチ専門店、新金堂です。店主の橋です。よろしくお願いします。特に何ですかね、何かありますか。何かありますか。はい、いや、だからその、まあ、ね、これはあれですよね、甲州街道ね。甲州街道沿い。甲州街道沿い。京王線でいうと桜上水駅から、まあ、徒歩約5分ぐらいの距離にございます。通いやすいかなと思います。はい。はい、で、このお店の、まあ、名前ですね。新金堂っていう名前なんですけど、僕もともとドクターストレッチの人間だったので、お店の、なんだろう、わかりやすさ。結構世の中っていっぱいいろんなお店あるんですけど、これ何屋だみたいなところ結構あるじゃないですか。ドクターストレッチって本当にもう何やかっていうのはもうドストレートで分かるお店なんですよ。で、僕がやりたかったそのストレッチ専門店っていうのは、まあ、和風で行きたいなと思ってまして、で、和風でストレッチ専門店分かりやすくするのにどうしたらいいかなって思った時に、まあ、心筋どうだろうっていう、まあ、伸ばす筋肉とかね、そのお堂ということで一番分かりやすいかなということで、はい、やらせていただいてます。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日は特にお困りの箇所といいますか、気になるところっていうのは、最近ふくらはぎが痛いんですよ。それは左右差ありますか。いや、ないね。患部とか辛い箇所とかは、まあ、そもそも原因じゃないんじゃないかっていう考え方でして、だから例えば足首の動きが悪いとか、まあ、股関節の可動域に何かしら制限があるとか、それが結果的に、まあ、ふくらはぎに負担をかけたり、そういうのも考えてじっくり体の状態を見ながら原因追求してケアをしていきたいなと、はい、思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、他に上半身とか何ですか。いや、まあ肩が痛い。肩、まあ肩腰。首どうですか。あ、首も痛いね。首痛い、まあまあもう全部痛いですよ。まあ秋山さん本当に元気ですよね。30年やってこられてこんな頑丈な人そうそういない。あんまり元気って言うのやめてもらえますか。心配してもらえなくなるんで。じゃあまずお着替えを。はい。あれ、なんかある。あります。もう無料で、はい、ご用意してます。お願いします。はい。はい、よし。お願いします。よし。まあ、お客様のお着替えはですね、まあ、全部サイズはもうこちらと揃えておりますので、こちらでご用意して、更衣室、こちらにございます。広々と。感じでね。はい。はい、お着替えしていただいて、はい、お出になっていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、おい。すいません。まあ、ご自分前で、はい、ガチャピンみたいな。あ、その 3週間の話、どうしましょう。何ですか。あ、入った入った入った。おい、もう2回で撮ってます。2回で撮ってます。これ頭上でちょっとね、まあ、構造上の問題ちょっと、ね、それはもう肩があるね。じゃあ皆さん早速ケアに入りたいと思います。ふくらはぎの方はね、張りがあるということなんですけども、それしてやっぱ試合中気になる。普段調整が歩いてもパッと痛い。確
首の可動域に制限があるのかなと、はい、足首を皆さんが痛めてしまった原因の一つが僕にもあるかもしれないですよ。20年前に全日本プロレスの時にスパーリングをさせていただいて、基本的にしていただいて、今日足首の何かしら乗っちゃって下がってる。マジで？すべてやらないですけど、スクリーンをやっていく前にですね、ちょっと全身こう神経をリラックスしたりで、はい、脳のストレスも取っていけたらなと思います。はい、じゃあ、お願いします。かけます。いきなり最初からね、ストレッチしちゃう。体にとって逆にストレス。持ってしまうこともある、うん、これマッサージでしょ。筋膜を緩めて、なんか神経の緊張を取っていくのに気持ちいい。もうこれだけでいいです。いや、これを全身にやってもらう。いや、別にこれ楽になるんだったら、別にこれだけでもいいんですよ。いや、これだけです。最後はしっかりストレッチで、ストレッチ痛い、いい状態を記憶させたいなという。痛い、痛い、痛い、痛い。これでずっとこれだけでもいい。90分コースこれだけでもいい。はい、OK です。ナイス。よし。伸びた。いやー、これやっとまた後がもう軽いんでしょうか。すごい軽いね。前屈、それどうですか。前屈。ああ、だいぶ。ここだもんね。あ、先生ありがとうございました。ええ、今日は本当に、ええ、これです。面白かった。今日も。良かったです。これ今月はもう予約がほぼ 95% 以上は埋まってる感じですね。あ、来月からはまだ予約は取れると思うんで、はい、この辺に多分あのホームページの載ってると思うんで、ぜひそこから予約をしてください。あとあの橋がですね、小橋さん早く来いと。いや、いけない。花はくれたけど本体は来てないと、なんか小林さん何か文句言ってます。いや、もう本当にこれだけで十分です。いやいや、もし来ていただいたら、もう小林さんはケアしたいところがもう無数にあるんで、じゃあ小林さん、ぜひ公演を見てる皆さんもぜひ心筋動よろしくお願いします。では今週のエクスプロイニャー、これで終わります。エクスプロイニャー。